コロナウイルスを広げないためには市民一人一人の協力が必要です。みんなで一緒に頑張りましょう。4月23日に岐阜県の非常事態宣言が出ました。これから一人一人がもっと気をつけることが大事です。マスクをつけること、手を洗うこと、窓を開けること、人が多いところに行かないこと、隣の人と離れることを必ず守りましょう。食べるときは静かにしましょう。話すときはマスクをしましょう。たくさんの人とご飯を食べることはやめましょう。たくさんの人とお酒を飲むこともやめましょう。息が難しいとき、体が重いとき、熱があるときは家から出ないようにしましょう。